来賓紹介。本日皆さんの入学をお祝いいただくためにお越しいただいた多くの来賓を代表して、入学式式場のこのキャンパスが立地する東大阪市と八尾市の市長をご紹介させていただきます。東大阪市は大阪府3位の人口50万人を超える中核市であり、高い技術力を持つ企業が集まるものづくりの町です。また東大阪市花園ラグビー場が2019年に開催されるラグビーワールドカップ日本大会の試合会場に決定し、ラグビー日本代表五郎丸歩選手もプレーされました。龍馬が行くで有名な作家司馬遼太郎が暮らした町でもあり、その自宅は記念館として多くの人が訪れています。東大阪市長野田義和様。八尾といえば河内音頭が有名ですが、オンリーワンの技術力を持つ数多くの企業が集積したものづくりの町。春を告げる野菜八尾若ごぼうや八尾枝豆などが生産される緑あふれる町でもあります。また国史跡の高安千塚古墳群や玉串川の桜並木など、歴史文化や自然を有する多彩な魅力を持つ町です。八尾市長田中誠太様。田中市長は本学の卒業生でもいらっしゃいます。